海と日本。これが拾い箱ですね。与論島の海岸に設置されている拾い箱。これはゴミ箱ではなく、海の漂着ゴミを入れる専用の木箱です。発案したのは海のガイドを行う池田亮介さん。海に行ったついでにちょっと拾う、島民も観光客も別に特定の誰かがやることではなくて、自分たちのやっぱり島だし、みんなでちょっとずつきれいにするっていう島、そういう地域がいいなと思ってたので。鹿児島県最南端の与論島、透明度の高い海や白い砂浜に囲まれた周囲およそ 23.7 キロの小さな島ですが、この与論島の海岸にも毎日ゴミが流れ着いています。発泡スチロールも多いですね。これが細かくなるともう本当にもう拾えないぐらい、子供の時と比べてちょっと、汚れてるじゃないですけど、なんかそういう感覚があって。そこで2017年、池田さんが与論町役場と協力して島内8カ所に設置したのが拾い箱です。島民はもちろん、観光客など誰でもいつでも海に行ったついでに気軽にゴミ拾いができる環境を整えました。普通観光地は人が来るほど汚れますけど、その例外、砂浜の漂着ゴミに関してだけ言えば、人が来るほどきれいになる砂浜っていうのは、無理ではないかなと思ってます。与論島の海を守るため奮闘を続ける池田さん。そんな池田さんを支えてくれる人がいます。芯があるというか、曲げない感じですかね、去年入籍した妻のかなさんです。東京出身のかなさんは2014年、与論町役場にインターンシップに来たことがきっかけで池田さんと出会います。大学で環境について学び、現在サンゴ礁の保全活動をする NPO 法人で働くかなさん。池田さんにとって与論島の海を守ろうという同志であり、良き理解者です、せっかく始めたし、なんとか定着してもらえたらいいのかなとは思いますけどね。島の環境のこととか、島のことをちゃんと考えてくれる子どもが育つような感じで、一緒に仕事とかできたらいいのかなと思ってます。2人が今力を入れているのが子どもたちへの環境教育です。与論町では子どもたちにも海を取り巻く問題について興味を持ってもらおうと、去年から小学生に海洋教育を行っています。この日は池田さんが生小学校の5年生11人に対し、漂着ごみについての授業を行いました。海って全部つながってるでしょ。地球に海って1個しかないから。池田さんはこの日、日本が世界の中でもプラスチック使用量が多いこと、そして自分たちも日々ゴミを出すことでどこかの海を汚してしまう可能性があることについて話をしました。もう使い捨てがすごく当たり前になってて、もう今世界で2番目、だこの使い捨てって、減らさないといけないというふうにすごい言われてる。でもじゃあだったら自分たちにできることなんだろうっていうのをね、ちょっと難しいかもしれないけど、ちょっと考えてみて。で、自分から積極的にゴミ拾いをする。無駄なプラスチックは使わない。自分が1日使ったプラスチックの量だけ海にゴミ拾う。おおすごいね。一人の100歩よりも100人の一歩だなと思って、そういうみんなでちょっとずつきれいにする島づくりができればなと思ってます。与論島の海を、そして世界の海を守るため、できることをみんなで少しずつ。池田さんの挑戦は続きます。海と日本プロジェクト in 鹿児島は
日本財団が推進する海と日本プロジェクトの取り組みの一環として行っています。動画をご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。